の時間のゲストをご紹介します。本日市場第2部から第1部銘柄へ指定となりました、証券コード3178チムニー株式会社代表取締役社長泉学さんにお越しいただいています。こんにちは、泉です。よろしくどうぞよろしくお願いいたします。セレモニーを終えたばかりでお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。今日は一部指定ということでおめでとうございます。ありがとうございます。あと多分御社の方ですね、はい、まあ、これから業態とかいろんなお話を伺いますが、はい、お名前を聞いただけでですね、多分利用されている方とか、はい、あとそれからお世話になっている方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速になりますが、まずはその会社の業務内容についてですね、こちらからお話しいただけますでしょうか。はい、当社はまあ3つの柱ということで、運営しております。はい、まあ、1つは居酒屋の直営事業が1つ、FC ビジネスが2つの柱、はい、3つ目がコントラクトということの3つの柱で今運営をしております。はい、これ画像を見てあれなんですが、はい、まあ、多分皆さん見てらっしゃる方、目についた方とか結構いらっしゃるかと思うんですが、はい、今お話しありました直営というのは、まあ、魚屋道場だとかこの 花の舞とかですね、はい、あと豊丸水産ですか、はいはい、このあたりが、まあ、直営、あとフランチャイズということになるんでしょうかね。はい、であと真ん中の下のところにコントラクト事業というのがありますが、はいはい、まあ、こちらはその観光庁とかの施設内に、はい、あるいは病院などに食堂運営を受託されていると、はいはい、まあ、それとあとは駐屯地という中で、まあ特殊な、中に入っているということが我々の一つの特徴ではございますですね。これやっぱり美味しい料理を食べて元気をつけて皆さん仕事されるっていうというところになるんでしょうね。はい、そうだと思います。はい、よろしくお願いします。そしてまあ、今業務内容いろいろお伺いしましたが、はい、まあ、実際 の, そのこれからといいますか現在のですね、はい、業績動向ですね、はい、まあ、こちらについてちょっとあと見通しとお話を伺えればと思うんですが、はい、まあ、我々今期の見通し、まあ、売上高にして464億と、はい、まあ、FC でございますのでグループとしては700億、ね、営業利益を32億と、はい、営業利益を33億ということでございまして、昨年比として、まあ、2桁という成長を我々、望んでおります。うん、これ今画面見ていただきますと、まず左側の数値がこれ単体の数値ですね。はいはい、そして真ん中にあります数値がこちらがまあ連結の数値ということで、はいはい、まあ、単体と、まあ、連結とこれまあちょっと比較した形にはなっているんですけれども、はい、今数値これご覧いただきますと売上高で 5%、はい、それからあと純利益では 10.9% ということなんですね。はいはい、ですからやっぱりグループ力がやっぱり御社は強いということになるんでしょうか。まあ、それと、はい、業態の開発力ということがあろうかと思います。そのあたりが相乗効果としてこのように連結の、まあ、強みといいますか数値の向上につながっている、はい、はい、ということなんですね。はいはい、まあ、非常に、まあ、数値見ておりましても順調に安定的に伸びていらっしゃるということなんですね。はい、続きましてですね、今度は、はい、今もちらっとお話ありましたが、はい、まあ、経営者から見たその御社の強みの部分ですね、はい、まあ、このあたり詳しくちょっとお伺いしたいと思うんですけども、はい、我々一つは、まあ、魚という、まあ、切り口、魚という切り口は素材と温度と時間を掛け算したものだというようあれは捉えてますので、はい、その時間ということになりますと、はい、朝取れたものをそのまま、夕方には当社の店へという形での、うん、はい、時間の軸と、はい、それから、まあ、そこに、0度 C という温度の軸と、いうことを掛け合わせたものが、はい、お客さんの商品になるんだということでございますので、6時化といいますか、はい、1時、2時、3時というのを合わせ持ったものが、はい、我々の店舗の中の商品になっていると、はい、いうように考えていただくと、はい、その鮮度感が出てくるんだろうなと思いますです。あ、そうですね、これ今画面出ております見ますと一番今お話しました時間の部分ですね、はいはい、これは第一次産業って書いてありますが生産というふうに書いてありますけどこれは前お話ありました魚、はい、これはやっぱりもう朝取ったら、はい、それをもうすぐお店の方に夕方運ぶという、はい、そういうことなんですね。そうですね、我々朝3時ごろ船出ますので、その午後4時には店舗に着だということですので、はい、そこで解体処理しながら、
その夕方にはお客さんのテーブルの上にということが一つの特徴でございますし、うん、で我々漁業権を八幡浜から持っておりますので、そこから杭で店にということがまた我々の一つの特徴になっておりますし、はい、二次産業という分野では我々が非常に汗を流しながら、自社で解体をして、それをまた、時点に運ぶということで、はい、全部我々のグループの中で処理ができるということが他社との違いだろうと思っております。確かにそうですよね。これやっぱりどこかにこう、まあ、アウトソーシングしてですね、はい、いろいろこう解体の部分をやってもらうと、はい、その分やっぱり鮮度が落ちたりだとか、はい、だと思います。その辺は全部グループの中で、はい、まあ、完結してらっしゃると、はい、いうことなんですね。そしてこの店舗販売というところになりますけども、まあ先ほどの画面、こちら見ていただきますと第三次産業というのは今お話ありました、はい、1次2次3次の3つ目の部分になりますが、はいはい、これ、まあ、個性豊かなブランドって書いてありますけども、はい、今ブランドっていうのは先ほども画面ご覧いただきましたが大体いくつぐらいあるんですか。最初のちょっと画面を出していただきますと、はいはい、まあ、魚道場、花の舞、富山の水産、佐野農場、コントラクトというですから、まだ大きく分けて6つ、これに、はい、まあ、当初から我々の会社の名前についてはチムニーと、いうことと、弾丸炎ですので、これに2つ足した、うん、業態が当社の全ての業態になると思います、はい、ということなんですね、はい、でこちらの方で、まあ、全国の店舗で718店舗、はい、でなおかつ今お話ありましたように、自社で全部解体から、あとその取るところから始まって、はい、でこれはあれですか、時間的なあれはやっぱ先ほど空輸っていうお話もありましたが、はい、全国大体松山、はい、八幡浜ですので、はい、松山から羽田にというのと、はい、もう一つは我々も、まあ、北海道の店ございますから、はい、北海道は北海道で取れて、その前に取れたもの、九州は九州でその朝取れたものと、はい、で関西は関西で、はい、当然八幡浜から十分間に合う距離で、陸送でも間に合う距離ですので、はい、そういう意味からですと北海道から九州までがその日にうちにという魚のシステムにはなっております。あ、そうなんですね。ということになります。やっぱりこう店舗がある地域ごとに、はい、まあ、それぞれ、まあ、地元の魚であったり、はい、あるいは東京ですとこう羽田までこう、まあ、四国からこうつ、はい、運んでいただいてと、はい、あ、これはすごいですね。そうすると御社のお店に行けば朝取れたての魚が食べられるという、はい、これはちょっと四国へ、うん、あるいはいろんなところへ旅行行くよりも、はい、安くつきますね。だと思いますので、はい、そうですね、はい、かしこまりました。というところで今お話ありました、まあ、ブランドですね、これを、まあ、全国展開してらっしゃる、はい、ということなんですね、まあ、そのあたりがやはり御社の強みと、はい、いうことになりますね。であともう一つ、まあ、こちらの強みの部分で言いますと、はい、その6次産業の進展と、はい、いうことありますが、我々今非常に特徴というか、はい、我々が今、非常に我々開発して力を入れているのが、籠網漁といいますか、はい、超原始的な、漁獲方法でございまして、はい、2メートル横2メートル縦1メートル20のものの籠を、はい、海に鉄の籠を、はい、沈めまして、そこにじっと魚が入るのを待ってるというかですね、まあ、そういうことを今50カゴ、はい、沖ノ島に、持っておりますので、はい、それを引き上げて、で船上で処理して、はい、船上で空輸する、船上から空輸するというようなことに我々の特徴になっていますけど、今はどちらかというと築地直送、あるいは漁港直送、で今我々は次の、まあ、戦場直送ということに今力を入れながら、豊丸水産を含めて、そういう魚を販売しているということでございます。これ相当やっぱり鮮度にはこだわってらっしゃいますね、はい、これね、それが全てだなと思ってます。そうですね、まあ、確かに魚は本当にもう鮮度の良さでも全く味違いますもんね、はい、私もお魚大好きですので、よく食べるんですけど、あ、そうですか。これ今のカゴなんですけど、これ環境にも非常に優しい形ですよね。だと思います。まあ、通常よくまあ、その高知とかですとブリとかね、はい、ああいったものを一本釣りとかされますけども、そういうまあ、餌をばらまくとかそういうことはなくて、海を汚さずに済むと。そうですね。でまあ、4月から今度はカツオになりますし、はい、カツオが過ぎますと今度はブリということの一本釣りに、はい、始まりますのでですね、まあ、それを活用しながら、はい、カゴ網を上げてくるというような仕組みになっております、ね、そうするとうまくこうバランスを取って、
生産の方をやってらっしゃるということですね、はいはい、これも非常に興味深いですね、はい、でもう一つこの6次産業の進展ということをちょっとお伺いします。はいはい、我々今本当にシャモというか、非常に希少価値の鳥ということでございまして、 そうですね、はい、そのシャモに力を入れているということで、まあ、今年25店舗から30ということを今計画していますけども、はい、非常に我々が言うそのやはり高知で、はい、坂本龍馬という日本の革命士がそうです、ね、食べたかったというシャモを、はい、俺への思いを店に、伝えたいと、まあ、それをお客さんが食べていただけば、はい、龍馬の気持ちが分かっていただけるんだろうというつもりで、我々はシャモを今シャモ農場として展開しています。今ちょうどね、日本も、まあ、アベノミクスからいろいろね、はい、どんどんこう、これから改革していこうっていう時ですから、はい、ちょうど坂本にまた合ってるかもしれませんね。ピタリだと思います。そうですね、これあれですか、名前としては龍馬のこのシャモ農場という、こうお名前でもう店舗には出てるということなんですね、はい、これは商標登録取っておりますので、ね、あ、商標登録を取っている、はい、そういうことなんですね。見てますと先ほどもシャモの刺身であるとか、はい、あるいはその卵を元にした卵焼きであるとか、はい、まあ、こういったものも出てらっしゃるんですね。これやっぱりシャモの方もやっぱ自社の方で育てて、まあ、埼玉の分の、はい、シャモは自社でやってますけど、はい、埼玉のは、まあ、他を経由しながらということになっております。自社ではまだ作るまでには至ってませんけどですね、はい、今からそういうことで作っていきたいというのが、まあ、6以下の、はい、大事なところだと思います。そうですね、まあ、シャモ自体はやっぱりもう肉の質とかね、はい、本当に普通 のブロイラーとはまた違いますからね、はい、まあ、28日が鶏ですので、はい、シャモの日ということですので、どうぞお越しいただければ。あ、毎月28日ですか、はい、あ、そうですか、これいいこと聞きましたね。よろしくお願いします。勝田さんなんかお好きでしょうから行くんじゃないですか。行かれるんじゃないですか。はい、行くと思います。はい、行きます。分かりました。あと、はい、あと最後にですね、まず投資家の皆様へのメッセージ、ちょっと時間あんまないんですが、はい、ぜひお願いします。本当に皆さんのおかげで一部になりました。これを大いに、我々の勇気と捉え、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。一部上場30周年記念フェアなども3月11日から、はいはい、始まりますので、ね、ご期待よろしくお願いします、はい、あとこちら中期経営計画の目標、あと株主還元というのもですね、いろいろとご計画中と、はい、そう、株主優待も、ね、充実してるんですよね、はい、これはこちらも投資家さんの中では結構有名な、はいはい、もの用意しております、はいはい、ということで、チムニーの泉社長でした。どうもありがとうございました。